お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら 2.9 枯渇の方を使っていこうかなと思います。で、これね、最近すごい流行っているんですけど、今までのね、枯渇だと、まあ、テスラとか、インフェルノタワーとかが入っていたんですけど、そこがね、ちょっと変わりましたね。ハンターになって、あとギャングですね。ギャングの奥がスケになってるっていうので、まあ、若干高回転になって、けど施設がないバージョン。なんかアウトロープリンスの枯渇とかは施設がないんですけど、まあ、もうちょっと重めのね、結構火力があるやつがいっぱい詰まってるイメージがあるんですけども、今回はね、施設がないけど、そして高回転で代わりにハンターがいるっていう、ちょっとね、まあ、大変そうな枯渇デッキになっています。で、多分ね、これマルチとグラチャレで今ちょくちょく増えてるんですけど、最近クエイクがやっぱ多いんですよね。クエイクホグとか、クエイクホグか。ホグしかないけど。僕が多くて、でも施設がそんな刺さらないっていうのと、まあジャイとかも多いからかな。なんかジャイに対して施設もやっぱ優秀ですけど、ハンターで溶かしつつカウンターとかが、まあ、刺さるっていう感じだと思うんですけども、さあ1回戦目にまさかのマンオン GP 選手ですね。これブレン e スポーツで、まあ、2年多分ずっとプロをやってた人だと思います。はい。なんで、ちょっと勝ちたいですね。で、ゴブジャイダクプリ、ゴブジャイ PP 枯渇だ。うわー、これちょっとね、やばいですね。この流れは、ぶっちゃけちょっとやばいですね。この、プリンスが、なかなか痛いんですよね。よいしょ。そして、真ん中ナイトで、全体をね、釣りつつね。よいしょ。よいしょ。これね、僕のただただアイスピが、アイスピ技術がなかっただけですが、まあまあまあ、なんとかね。で、相手は、そうですね、多分、ファイボだったっけ？ポイズンだったか忘れたんですけど、中型スペルとザップだと思うので、僕のバレルが単純に苦しいっていうのはね、あると思いますね。で、僕はロケットが正直打つときがなくて、まあ、ゴブジェイプラスのプリプリのしっかりした形が来たら、まあ、使おうかなっていうぐらいですね。バレルをとりあえず飛ばしたいですね、個人的には。よいしょ、まあ、とりあえず形組みつつ、まあ、ギャングとかで完封されるのが嫌なんですよね。で、プリン出しておくことによって、相手のね、後ろ追加の小物を処理できると。さあ、そしてこのプリンセスで、ザップでハンターやられるが強い。さあ、ここは回転回しましょうか。アイスピとナイト使って、で、ダクプリとかワンチャン来るかな？ああ、来ますね。からの、ウッドも裂いてあげると、小物系来た時にね、処理できるかなと思います。さあ、そして、このプリンセスで。いや、これはね、ちょっと相性がいいのと、まあ、この、スケアイスピがね、いい味出してますね。ああ、このアイスピいらないですね。スケアイスピがいい味を出していますと、さあ、ここは、もう多分折れるので、あとは、守るだけですね。で、ここはロケット打っちゃいますね。このプリプリですね。プリプリにご利用されるので、よいしょ。さあ、いいエイムのロケット。このロケット大事ですね。ジャイプリとか、まあ、ジャイダクプリまでだったら、こう、ハンターナイトとあと小物系で守れるんですけど、ゴブジェイプラスのプリンスとダクプリのこの3点セットとか、ゴブジェイプラスのなんかね、めっちゃ形がね、来た時ですね。やっぱ1枚、ゴブジェイの後ろが1枚だとやっぱ止めれるんですけど、2枚いるとやっぱなかなかね止めきれないことがあるので、相手がね結構まあゴレとかもですね、ゴレとかまあ他のまあジャイプリ、メガゴ、エレキとか来た時にはロケット防衛するとね結構楽に抑えることができるかなと思います。ロケット空振ったらその瞬間に負けみたいなのがあるんでね、まあ気をつけてもらえればいいんですけど、まあ言うてこのデッキだと回転が早いんでね、なんとかカバーできるかなと思います。はい。コカッちゃん対決かなというわけで、端前プリンで削っていきます。で、まあ、ユーノガとか、こっちの方が若干回転は早いと思うので、よいしょ。そして、スケアイスピで耐えつつ、サナイトで。相手ウッド使ったっけ？ウッド使ってなかったら、バレルプラスのと思ったんですけど、これ外していきましょうか、一回。やりこぶりに使いましたね。アウトロ、じゃムートのやつですね。あ、これはいい。バレルも入り、ハンターがもう一発、ナイス。いや、このダメージはでかいと。で、もしかしたら、相手、ウッドじゃない説がありますね。ウッ
人じゃなかった場合に、おお、え、待って、10秒で決まんじゃん。ういー、さあ、これは単純に多分相手のスペルがウッドじゃないので、これは無理だという宣言でしょうね。よし、というわけで、まあ2回すればね、勝ちましたね。これでもう枯渇なんで、ちょっとキングおるの、まあ、若干時間かかりますが、まあこれは相性がいいですね。まあ枯渇って基本的にウッド持ち、タルババ持ちがまあきついっていうか、まあがちゃんと戦う相手で、戦える相手っていうのかな、なんていうんですかね、こうそういう矢の飴、ウッドタルババ、このバレルを完封できる系がない相手には基本的にはこう、まあ、相性で有利を取ってる状況になるので、結構ねミスをしなければもう勝ちっていう試合になることが多いんじゃないかなと思いますね。まあマジアチェとかね、そういうのがいるとまた話が変わってくるんですけど、まあ問題はなので、こうトルネードプラスタルババとか、トルネードプラスウッドとか、ヤナアムウッドとかのデッキね、多分よく皆さん当たると思うんですけど、そこに対してやっぱ勝てるようになれればもうぶっちぎり最強なんでね。てか上手い人たちはそこに勝っていくので、何でしょう、なんでこうバレるだけでダメージを通そうとしても勝てないみたいなことがありますね。なのでしっかりハンターとかが残ってハンターとかがこうミリとかで残ったりしたら、その前にナイトつけて、なんかねもうスカイスプレーチュッて回してバレル飛ばすみたいなね、こうバレルだけのダメージだと勝てないので、いずれロケット削りとかもねありますし、まあそこのねタイミングが難しいのよ。もう KK 動画見てほしいですね、枯渇はじゃないと枯渇はね、本当に何十回も枯渇デッキを練習、上手くなりたいと思ったことはありますけど、完全に最強レベルまでは難しいですね。これはメガゴかな、なんかプリンセスでメガゴ以外ダクネかランバーかビビドラを引き出せるなら8枚プリンした方がいいって KK が言ってたんですよ。なんかね、多分2、3ヶ月ぐらい前の動画だと思うんですけど、よいしょ。でここはちょっと一回守ろうかな、一回守りつつ、ウッドはいらないか、ゴレバカぐらい一回許しますか。うぃー、さあでここでどうしようかなと言ったところではありますね。タルババ多分あると思うんですけど、ユニットを引き出させたいので、ここのオッケーオッケー、ベビー咲いたで、これ今相手2体引き出しさせてからのもう1回バレルで取るねと。でもしかしたらダクプリミニピピピメガゴゴレ取るね、もしかしたらなんですけども、ない可能性もあると、あれがですね、よいしょ、あれがないですね。さてはタルババなので、これが決まって、おい、まあ、ちょっとこれナイトハンターの形作りつつ、ナイトハンターの形が強いですね、ぶっちゃけね。で後ろからプリン出しつつ、これ左側共有しましょうか。間で気分かんないですね、なんかゴレなんですけどちょっと違いますね。これワンチャン逆サイドも行きたいみたいなのがあるんですけども、さあこのアイスピンバレル乗せて、でそろそろどっちかに絞った方がいいかもですね。僕なんか今両サイすごいこう他のデッキのね癖的なのですごい両サイ振っちゃってるんですけど、これ多分いらないっすね。いやもうちょい待ってからのロケット、いいエイムですね、いいエイムで、プリンが、あ待って、まあまあこれは耐えます。まあ、防衛がちょっと固めですね、ロケット防衛があることによって。さあでフルの右サイド攻撃はさすがにやんちゃな気がするので答えたいですね。一回防衛のターンからの、じゃあまあ一回飛ばしていきましょうか。飛ばしつつ、ここのハンターの防衛すごい大事ですね。ハンターが残らないと逆にゴレを溶かせないので、こんな感じでハンターをしっかり溶かしてあげて、プリンちゃん出しつつ、さあ勝ちましたかね。これは結構いい流れ。あれはね、ロケット2周なので、ぶっちゃけ打ってもいいと思うんですけど、やめときましょうか。一応ね、一応守ります。そして、しっかりハンターを残すと。はい、行きましたね。
気づけば右側ロケット圏内からの左側もワンチャンロケット圏内に惜しいですが、よいしょ。というわけで、まあこう結構ハンターをねしっかり残すっていうのが、まあ、相手がゴレでもジャイでもラバでも全てにおいて大事になってくると思いますので、しっかりねナイトで竹取ったりスケアイスピで、ね、ハンターを延命すると自然とねバレルも回っていきますし、いい感じにカウンターもできるんじゃないかなと思います。というわけでこちらね2級最近すげえ流行ってますね。もしかしたらテスラとか施設、僕ね施設よくずれちゃうんで、ああいう施設よりは意外と使いやすいイメージもね持てましたんで、よければ皆さん使ってみてください。ではご視聴さまでした。お疲れ様でした。バイバイ。